ねえねえ石井さん、神奈川県のお土産といえば何を想像しますか？神奈川県のお土産、そうだな、まあ、大体私が買うのはお菓子とかですかね。そういえば以前カナフル TV で神奈川のお菓子が特集されてて、すごく良かったですよ。あ、良さそう、はい、あ、そういえば最近聞いたんだけど、はい、神奈川のアンテナショップの神奈川屋で、はい、新しくお菓子を取り扱うコーナーができたそうだよ。そうなんですか、はい、ということで今日は神奈川屋に行ってみたいと思います。ゴー。ということでやってきたのはそごう横浜店の地下2階にある神奈川県のアンテナショップ神奈川屋。こちらは鮮度が自慢の野菜をはじめ、県内各地の名産品や特産品など人気の品々を取り扱っているお店です。そんな中で新しくできたお菓子を取り扱うコーナーとは、こちらが神奈川県銘菓店菓子コンクールの入賞作品や県の指定銘菓を販売するコーナーです。現在取り扱っている商品はご覧の3つ。いやー、どのお菓子も個性的で美味しそう。見てください見てください、この湘南ゴールドケーキ、観光土産品の部で最優秀賞を受賞と書かれていますね。神奈川県銘菓店菓子コンクールは味やデザイン、技術など優れた作品を表彰するコンクール。最優秀賞や優秀賞に選ばれると神奈川県銘菓に申請することができるんです。これまでに何種類の商品が指定されているんですか？はい、これまでに107の商品が指定されています。今後は今神奈川屋で取り扱っていない商品も新たに入荷して販売する予定ですので、楽しみにしていただければと思います。はい、ということで売ってた3つのお菓子全部買ってきました、やった早速試食しちゃいましょう。そうですね、いただきます。いただきます、はい、じゃあ私はこの湘南ゴールドケーキをいただきたいと思います。うん、うん、おいしいです。甘すぎず酸味もあって、結構あの若者が好きな味なのかなと思いますね。私はこちらの梅井のシューメイをいただこうと思います。しっかり梅の味がしておいしいですね、でも酸っぱすぎないので小さいお子さんでも食べやすいと思います。おいしい。そしてこちらは神奈川県銘菓店菓子コンクールで技術賞を受賞したコーロアンの船もなか。港町横浜をイメージした形で、中には優しい甘さのこしあんとふっくら食感の牛ひもちが入っています。さらにお皿の上で立たせることもできるちょっとした遊び心まで。どうやって作ってるんだろう、気になりますよね。ということでやってきたのはコーロアン元町本店。2004年に創業したコーロアンは和菓子本来の伝統的な味を生かしつつ、横浜元町のエッセンスを加えた独創性の高い和菓子を作り続けており、横浜らしく楽しさのあるお菓子を紹介しています。本日はよろしくお願いします。船もなかをちょっと見て、はい、可愛いなと思って、どうやって作ってるのか知りたいなと思って来たんですけど、船もなかはお子さんから大人の方までですね、食べやすい形にしたいっていう、一口もなかにするところが一番の特徴ですね。あとそういうあんこの優しさってところで、あんこだけですと餌にくどくなるので、牛ひもちを入れることによって優しい甘さになるというところが一つの特徴でございます。和菓子を少しだけ食べたいというニーズに応え、一口サイズ、さらにあんことお餅のバランスにもこだわった、まさに技術賞にふさわしい珠玉の一品。今回特別に出来たてをいただきました。本当にもちもちで甘すぎないですし、あんこと牛皮のバランスもすごく良くて最高のもなかです。お菓子美味しかったですね。美味しかったですよね。こういったお菓子が横浜駅近くのアンテナショップで買うことができるのはすごく便利でいいですよね。すごく便利ですよね。私もあの湘南ゴールドケーキのファンになってしまいました。いいですね、はい、ぜひ今後も利用していきたいと思います。はい、ぜひ皆さんも神奈川屋でお気に入りの神奈川銘菓を探してみてください。そごうにそごう。